この子は、あの、食べさせてるのは、はい、一応名前入れといて取るか取らないかわかんないけど、安藤さん、ハニー、安藤さん、ハニー、あげてるのはチモシーとペレットあげてらっしゃるますよね、はい、そうです。チモシーは1日何グラム食べてるか分かってます。チモシーは最近測ってます、ええ、10ぐらいは食べて、10グラムぐらい、はい、1日20時間ね。そうですね、はい、ペレットの方は、ペレットはちょっと種類をあの先生の YouTube 見て、見てもらったんですよ。はいはいはい、ありがとうございます。今までチンチラプレミアムってちょっとちっちゃめのやつを見てって、はいはい、それは結構食べてたんですけど、はいはい、それも8とかは食べるときは食べていて、はい、8グラムぐらい。で、その、チンチラセレクションに最初はそれ食べてたんですけど、それがだんだん食べなくなってそっちに変えて、で、またもう一回それにしてみようかなっていう、その繊維質が高い方がいいかなと思って、うん、でもそのプレミアムのチンチラセレクションもどっちも 20% 超えてますよね。20% 超えてなくて、あのプレミアムが。あ、そうなの。はい、15% って書いてあって、15% はちょっといかんね。うーん、そうなんだ。でもそっちの方がよく食べるんでしょ。食べるの最近は。でちょっとご飯をない時間も作った方がいいってあの動画を見させてもらって、はい、あ、よく見て。最近それを2日ぐらいやってって、うん、まあ、そしたらちょっといつもよりは食べはいいように。でもそんでも 8g ぐらいね。じゃあ全然体重の 2% も食べてない。まあギリか。そうですね、まあ、でも計算したら400、419っていうのが少ないからさ、500で計算した方がいいよね。ああそうですかね。500で計算して 2% と10、はいはい、だからペレットは10、繊維が 20% 以上ですね。でスムシーは 10g 以上、10g 以上、はい、だからその他のもの、これは何て言うの、ドライの時々です。それも食べるときと食べないときがあって、ドライの、あの、ドライの野菜、野菜の、はい、クレープみたいな。それはやると1日何グラムぐらい食べる。ちょっとそれグラム数まではそんなに、そんなにすごい食べない。その時にちょっと、うん、なるほど。もうドライの野菜はね、うんうん、やらんほうがいい。やらんほうがいい。なんでかっていうと、はい、ドライの野菜って多分成分表示がしてあるんですけど、うんうん、繊維がさ10もないんですよ。で炭水化物が多いんですよ。で最近ちょこちょこね、月に1例ぐらいチンチラの転換の子たち見てるんですよ。でよくよく聞くと、大抵の子はね、はい、ドライの野菜とかドライのフルーツが大好きで、たくさんあげてたしゃるケースが多くて、でもやめましょうって言って、やめたら転換なくなる子が2例ぐらいあった。でもこの子はちょっとそれじゃないね。だってそんなあんまり食べないんですよ。ドライの野菜もドライのフルーツも食べてないんだもんね。だから、はい、本当に本当の転換、本当の転換っぽいよね。で動画ちょっと見せてもらっていいですか。はい、うん、いやちょっとさ、そんなチンチラさんいろんな検査できないんですけど、はいはい、レントゲンだけ撮ってもいいですか。あ、はい、お願いします。2枚撮ります。永田さん、最近ね、並び順がね、変わったんだ。まだなんか作ってる。寺島くん、準備できたら言ってくださいね。はい、じゃあちょっと。